どうも、いちょうです。はい、今回はこちらガチャ動画でございます。はい、ラッキー装備召喚覚醒奥義付き装備が確定ってやつですね。これは、本日、12月24日物理ですね、物理のみの覚醒が出るということで、こちら引いていこうと思います。翌日のね25日はですね、魔法と忍術のやつだったかな、まあ両方引こうと思いますけど、はい、とりあえずはまず物理、から行こうと思います。はい、まあね、毎度毎度この覚醒確定のガチャって1個しか出なくて、まあ新規だったらまだいいけど、かぶりだとねちょっとダメージでかいんで、はい、できればね1個でいいから新規が欲しい。いきます、せーの、よいしょ。はい、この2日間はですね、今後のレコードキーパーのモチベーション維持がね、だいぶ左右されるんじゃないかなという気がするんですが、はい、1個でもいいんです。はい、これが新規だったらスキップいきます。はい、いやー新規だけどな、多分、あー、フリーを、そんな気がしましたわ。はい、まあフリーを、まあ2はどうかな、絶無いけるかな、これでどうでしょう。はい、まあ読み上げていきます。敵団体に15回連続の強力な聖氷、聖氷炎無属性物理攻撃、一定時間自身の聖氷炎属性攻撃レベルを3段階アップ。はあはあ、なるほどね。追撃もあると。 OK、侍内とアビリティ紹介する無限アビブともう一回放つ。はい、まといがないんだね。はい、トリニティラッシュ覚醒奥義ルーラーオブアームズ発動後、侍ナイトアビリティを発動した回数に応じて最大7段階で効果が変化する追撃。あー、なるほどね。どうなんでしょうか、強いのかな。いや、まあ強い、どうなんですかね。まとえないっていうのがね、ちょっとオーディンとかで使えない感じかな。はい、こういうね結果になりましたけど、ちょっとお時間ある方はねちょっとお付き合いいただければ嬉しいんですが、ちょっと見に行こうか、フリオ。君は何ができるんだいと。戦技、これは、十式まといとかではないのか。あ、でもオバフロー技持ってますね。これはなかなかいいのかな。レンズ交換できるやつは、なんともな。まといがないんですよね。あ、これは生属性まといがありますね。おー、なるほど。まあ、生属性だったらって感じかな。はい、オーディンとか魔石で使えるかな。はい、わかりました。ちなみにこれは、あー、なるほどね。はい、わかりました。よし、まあまあいいでしょう、いいでしょう。はい、一向だったけどね、新規だったからこれはこれでいいと思います。はい、明日どうかな、明日も新規欲しいですね。ほんとこの2日間、先ほども申し上げましたけど、この2日間がなんか今後のレコードキーパーのモチベーションを左右しそうな気がしますけども、はい、皆さんのねいい引きを心から願っております。じゃあ今回はここまでしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。